倒木処理、まあ軽く2箇所ぐらいあったけど、ここはだいぶ土砂崩れみたいになってるね。この時期でこの残雪、例年より少ない。はい、こんにちは、しゅんです。さあ、先日チャメさんと2人で、まあ、夏山登山と自転車スタート、シーズンスタートいたしましたが、まあ、今日、まあ、先日はちょっと軽くって感じだったんで、まあ、今日はちょっと山に、まあ、山菜をですね、パッとで、まあ、ちょっと本格的に山ちょっと登ってみたいなと、走ってみたいなと思って今日は山に来ております。でとりあえず登り切ったんで、まあちょっと最初のシーズン最初の1本目なんで、まああんまり無理せず行きたいと思います。でラッキーなことに今日誰も登ってきてないということで、まあ、ゆっくり行ってみたいと思います。それでは、ではRide on!よし、次、急斜面。うわ、雪飛んでくる。いた。いや、水が飛んでくるぜ。
とさせてくれぞ。前半終了。援護策、エゾ援護策だね。Google レンズマジで面白い。いっぱいエゾ援護策が咲いてて、っていうか花の知識なくても Google レンズあるとちゃんと答えてくれる。では後半行きましょうか。ライドしまいました。いやー、シーズン最初まあいい感じでしたね。まあこれ今日も結構気温が上がってきたんですけど、まあここ数年コロナ、去年あたりから明けたおかげか、この時期来てもあんまり倒木がまあ少しだけ程度で
かなり、まあ、登りやすいくなってましたね。かなり山も少しずつコロナ明けて手入れ入ってんのかなという感じを感じました。ということで今日はシーズン、まあ、最初の山祭と言っていいかもしれませんが、山祭始めましたということで、次の動画でまたお会いしましょう。まあ、次できればどっか夏山登山したいですけどね。では次の動画でお会いしましょう。それではさようなら。